こんにちは。ここは東北新幹線の仙台です。さっき松島海岸の見物を終えまして、そして仙石線で来ましたが、ちょうど1時間ほど空いております。新幹線の本数がね、仙台の先ってちょっと不均衡になってるんで、まあしょうがないんですけど、次の盛岡行きは1時間後のはやぶさ号までどうもないみたいです。で、まあ、はやぶさに乗った方がどうも早いみたいだから、じゃあそれまで1時間は仙台の中でお買い物、まあ、ここにこういうものもいろいろ売ってますが、私はもうマフラーを買ってしまったので、これ以上必要なものは多分ないと思いますけれど、じゃあ何か食べ物かなと。ちょうど今、もうですね2時ぐらいになっておりまして、お昼ご飯は意図的に食べてきませんでしたので、昨日牛タンを食べましたから、まあ、今度はお菓子タイム、3時のおやつを先に食べてから順番を変えて、お昼ご飯は盛岡冷麺としたいと思います。東北新幹線の中でじっくりいろいろ食べようと思いますけれど、まずは何かな、お菓子をたくさん、まあカモメの卵とかでもいいでしょうか。宮城県岩手県の食べ物を中心に買っていきたいところです。東北新幹線の改札に入りました。その中でもまたたくさん売っています。仙台の名物といえば萩の月、それからあとはなんだっけ、ずんだ餅かな、まあ、そういったものが特に名物だと思いますが、しかし仙台はですね東北地方の中心という役割も持っておりまして、実は仙台に行きますと東北の名物も大体買えるんですね。岩手県のカモメの卵とか、福島県のママドールとかね、他にもシミ天とか、本当にこれ仙台の土産じゃないんだけどみたいなものをどっさり買い込みました。まあ、東北の一箇所を選んでいくんだったら、とりあえずいろんなものが集っている仙台に来るのがいいでしょうか。仙台からは秋田新幹線に向かう小町号に乗ることになりました。そっちの方が空いているからです。すごいね、はやぶさ号ってそんな混むんだねと思います。向こうに止まっております、あれは機動検測車両、試験車両、 JR 東日本のドクターイエローみたいなやつ、イーストアイというやつ、結構珍しい電車なんですよ。初めてじゃないけど、まあでも見たのは初めてに近いです。実はさっき松島に行く時もね、追い抜かれていたんですけどね、1回。一番前のところに使っていないこんな窓みたいなのがあるでしょう。ここにカメラを備えていて、これで線路の状態が大丈夫かどうかチェックしているわけです。私の持っている指定席の切符は小町号のものなんですが、はやぶさ号と小町号の間を通り抜けることはできないから、もしね間違えてはやぶさに乗っちゃいますと、もう次の停車駅盛岡一駅しか乗りませんので、その間は結局自分の乗りたい列車にはたどり着けず、全然違う列車に缶詰ということになってしまいます。だから少なくともちゃんと17号車から11号車までの小町の車内に入り込まないといけないんですが、それもですねまた駅のだいたい端っこの方に止まりますので、たどり着くのがちょっとコツがいる初心者には難しいところでもあります。新幹線ホームから眺める青葉通りは大変立派です。これが特に青葉の茂っている時期だったらと思いますが、それを想像するだけでもなかなかすごいなと思います。で、もうこの中に大量の名物を購入してありまして、お茶もですね1本では足りないかもしれないと思い、お茶も2本の購入、東北地方の美味しいものはまあ大体これで全部でしょうか。あ、でもですね、東北のですね太平洋側の青森、岩手、それから宮城、福島とか、その辺ぐらいしか今回は名物は買ってないかな。仙台で降りる人はすごいいっぱいいるんですけど、仙台から乗る人も多いんでね、結構やっぱり混んでるみたいな。仙台駅を出発、東北新幹線のはやぶさ号と小町号はつながっていて、前寄りの小町号に乗りました。17両つながっているから列車の後ろの方までかなり見渡すことができます。これから仙台駅で購入したお菓子の類を皆さんにご紹介したいと思います。まず一番右、カモメの卵ミニサイズ、これは6個入りだったかな。その一つ隣、黄金カモメの卵と書いてあるちょっとデラックスバージョン、たった一つのカモメの卵もあります。その上は郡山メーカーママドール、その下は福島県の名物楽王、こちらは1号例、一番左シミ天、こちらも福島県の南相馬市の名物です。東北新幹線はだいたいこの辺りでもずっと320キロが最高速度、本当にすごいついてしまうもので、仙台から盛岡までは39分で着きます。だから急いで食べなければいけません。パッパと開けて食べるわけです。このカモメの卵は岩手県大船渡市の名物です。もともと確かその辺りでずっと地道に作っていたお菓子でしたが、どんどん全国的に広まりを見せまして、現在はスーパーマーケットなどでも私は売っているのが見たことがあります。もちろん場所にもよるんでしょうけれど、今回はミニサイズ6個入りだと思ってたんですが、9個入りを買っていたようでした。まあ何でもいいです、パクパク食べて、今日の旅行にずっとこれは持ち続けることでしょう。その右にある黄金カモメの卵というのは、多分平泉が
世界文化遺産に登録をされまして、それをきっかけに多分作ったデラックス版カモメの卵、まあ、とりあえず値段を上げておけば売れるんじゃないかと、そういうことなんでしょうかね。わかりませんが、カモメの卵といえばこのレモンの先っぽのようにちょっと先端の部分にチョコレートが雫のように溜まった部分があるのが特徴で、これは全てカモメの卵、多分製造過程で作るんでしょうね。中にはこんな感じの白あんと、まあ、ケーキの生地のようなもの、チョコレートのかなり甘いお菓子ですが、これは美味しくてついつい食べてしまいます。どうですかね、これね、そんなに値段も高くないんですよね。確か600円700円とかそれぐらいで買えたんじゃなかったかな。これだけでお腹いっぱいになり、ご飯の代わりにしてしまったことさえもあります。少々の罪悪感がその場合は拭えなくなるでしょう。でこちら黄金カモメの卵、ちょっと黄色っぽいのですが、私が前に買った時には全部に金箔がびっちりとまぶされていたんですが、今は金箔はほのかにこのように振りかけられるだけになりました。相当高くてね、一つでこれで200円ぐらいするんじゃなかったかな。ただ外側のこのチョコレートの色などが変わっているのはやはり味が違うからだそうです。見てみるとですね、いろいろ原材料名が書いてあるんですが、どっかにクリッと書いてあったんじゃないかな。これは普通のバージョンか、今のは普通のバージョンですが、こっちが黄金のカモメの卵、ちょっと見づらいですが、わかりましたかね、今クリと書いてあったんですけれど、ちょっと気づきにくいですかね。カモメの卵を食べているだけでもう最初の通過駅、これは古川駅を過ぎてしまいました。ちょっと急がないといけませんが、こちらが黄金カモメの卵の中、このように丸々大きな栗が入っていて、確かに美味しかったです。この手のとりあえず後で作っときゃいいだろうみたいな品物も結構あると思いますが、それにしては結構美味しかったもの。こちらシミ店は南相馬市で人気となっているもので、仙台でも買うことができます。これもかなり良くてですね、名取市で作ってるとかなんかそういう風に書いてありますけれど、この、まあ、焼いたドーナツのような生地の中に餅が入っていて、まあ、それを外側から揚げたもの、中のしみ餅、よもぎ餅は柔らかいのでそのままお召し上がりいただけますが、1日以上計画すると硬くなるので電子レンジで再加熱してお召し上がりくださいと書いてあります。ただ電子レンジで再加熱することは今回旅行中でできませんので、つまり冷める前に食べなければならないわけです。急いでこれを口の中に詰め込みます。美味しそうでしょう。この揚げドーナツの中によもぎのお餅が入っています。初めていただいたのは最長往復切符の旅の時、お金がなかったんですが地元の高校生が私にこれをご馳走してくれまして、そして大変お腹いっぱいになりました。お腹の隙を持たせるような食べ物としても非常に優れていると思います。さっきもカモメの卵をバクバクと食べて、さらにこのシミ天まで食べておりますので、だんだんお腹いっぱいの度合いは高まってくるわけですが、まあこれぐらいは大丈夫。こんな感じですね。外側は揚げ物なのに対して中はまたちょっと違った、さっぱりはしているけれども、しかしお腹にたまるものとなっております。シミ天を2つ食べればもうご飯の代わりになるでしょう。また今回は非常に甘いものを多くいただいておりますので、このようなお茶を欠かすことができません。次にご紹介しますのは、もう過ぎてしまいまして今回の旅では立ち寄っておりませんが、郡山の名物洋菓子のママドールです。これ具体的にどういうものなのか分かりませんが、このお菓子を知ったのも最長往復切符の旅行の際でしたが、またこちらも郡山の地元の高校生だったと思いますが、私にプレゼントをしてくれたのです。福島県郡山市とこのように書いてあります。これを開けてみますとこんな感じ、見た目は、まあ、こう言ったら悪いですがそんなに良くはないと思いますが、しかしこの生地がですね結構美味しく、バターの香りが非常に強く入ったもので、マドレーヌみたいな、なんかその味だけはそれに近いような気がします。ちょっとただ食べた感覚はちょっと違いますかね。カモメの卵の中身にもどこか風味は似ているようなものがあるでしょう。岩手県の景色、この辺り結構広々としているところが広がります。多分さっき栗駒高原の駅を過ぎたところか、まあ、水沢江差か、その辺だと思いますが、北上川が見えるかな見えないかなとかやっていながら、こういうお菓子舌鼓というほどではありませんけれど、まあ、美味しいなパクパクと、少しぐらい買ってですね新幹線の中で食べるというのを皆さんにはおすすめします。今回は食品レビューのために一生懸命食べているわけですが、ちょっとね量が多すぎた嫌いは正直あったかもしれません。そしてこちらの福島の駅などでよく売られているラクオ1号令ですが、多分ラフオーのね、コーヒー、なんだそういうやつ、カフェオレか、カフェオレの方が多分有名だと思うんですが、福島県の牛乳生乳を 50% 以上使っているというのが特徴。見ていただくと実はね文字がたくさん書いてありますけれど、このフランス語わかりますか、1号令とか書いてあるところに薄いピンク色で白のところにね呪文のようにして今フランス語がたくさん書いてあったと思いますが、そこにはフランス語で落語1号令カフェオレの歴史がずっと記されているそうです。ただ当然私はフランス語が読めませんので何が書いてあるかは残念ながら分かりませんでした。なお言うまでもないことですが、今皆さんにご覧に入れた、これらのものをですね全部新幹線の中で食べようとすると相当お腹いっぱいになりますから注意する必要があります。盛岡に到着。本当に東北新幹線のハヤブサとかコマツとか今早くなりまして、昔ね2階建てのマックスやまびことかいうやつ、E1 系ですけどね、マニアの皆さん、それで、ね、
めちゃくちゃ自慢があったんで、なんでこんなに速くなってふざけんじゃねえと思うんですけど、速いのはいいことです。ここまでは仙台からスーパーコマチに乗ってきましたが、これから先はまたですね、はやぶさ号に乗って次の目的地は青森なんですけれど、青森行く前にこの盛岡に立ち寄って何か食べようと、何かというか食べるものは決まっています。冷麺です。新幹線の切り離しは平日でもご覧の通り大人気、特に近頃ではアクティブなシニア層と JR 東日本ではそういう呼び方をするらしいんですけれど、ご高齢の方たちがですね、結構その列車の旅を楽しむということが多いので、こんな感じでかなり賑わいを呈していますが、みんなマニアではないから見えなくなるまで見送るということは特にしません。まだあそこに新幹線はいるんですけれど、マニアだったらそこまでずっと追っかけて見るわけですが、まあ大体もうこの通り空いているわけです。あら、なんか濡れてるな、雨が降ってたようですよ。そうか、まあでも冷麺食べるぐらい大した問題はないでしょう。乗車記念スタンプって JR で結構こういうのあるんですけど、昔はもっといっぱいありまして、これ形がね、なんか将棋の駒みたいな形してるわけですけど、これにもなんか意味があるんですよね。何の意味があったのか忘れたけど、ここでは毎年夏にやっている馬をこう連れて練り歩くようなお祭りだったと思う、違ったかな、確かそういうやつだったと思いますけど、馬を大事にする岩手県ということで、チャグチャグ馬子の駅、そういう風に書いてあります。後ろには岩手山ですね。岩手山と岩木山、よく間違えちゃうんですが、岩木山は弘前の方にあるやつです。雨が降っております。盛岡駅、クリスマスの飾り付けを今始めたかどうか、ステージの設営もやっています。盛岡の駅のここのね、この看板が昔はもうちょっと雰囲気があるやつだったんですけど、うちのチャンネルで最近使ってるようなサムネイルの時代に変えられちゃったんですね。ダメだこんなのと思うんですけど、まあこういうことばっかり言うとね、JR からじゃあもうお前新幹線なんか乗るんじゃねえとかそのこと言われてはもうたまりませんので、素晴らしいサムネイル、サムネイル間違えた、もうダメですね、サムネイルの印象しかないんですけど、素晴らしい時代だなと、そういう心からの自然に湧き上がる感想を述べておくことにします。で、冷麺屋さんというのはこの辺りにはもうですね、余すことなくたくさんありまして、あそこにも大きな冷麺の看板が出ているし、この道を入ったところにも冷麺いっぱい冷麺屋さんはありますが、前にお世話になった岩手大のゆずさん、お元気ですかね、多分ここにまだお住まいだと思うんですけど、あそこの下のところにこう入っていったところに美味しい冷麺屋があって、またじゃじゃ麺とかそういうのもここがいいですよと教えてくれました。確かに美味しく、毎度毎度盛岡で新幹線を一旦わざわざ途中下車して食べるほどに私もかなり好みとしています。盛岡のこの駅の地下のところにはいろいろあります。盛岡ってね、地下道が発達してるらしいんですね。多分冬が寒いから雪がそんなに多くはないとかなんとか聞いたような気がしますけどね。まあいいや。ここにあるのはこれ担々麺ね。これはラーメンです。今さっきちょうどグランクラスの制服を着た方が出て行かれるのが見えました。ラーメン屋さん、麺がうまいそうです。あと飲み屋さんと、それからここにじゃじゃ麺専門店があり、これもまた大変人気のようです。スープじゃじゃ麺とかなんとかあってね、私も一度連れてきていただいたことがありました。556円からあるんですよね。ここはね、美味しいんですよね。盛岡冷麺、ジョジョ園ではありません、ジョジョ園です。わかめうめんとかなんとか書いてあって、まあ、韓国料理なわけですよね。もともと盛岡冷麺ってその関係なんですけど、これがそうですね、なんかこれちょっとしょぼいような、本物よりもしょぼく作ってた気がしますね。なかなか珍しいタイプの食品サンプルですよ。本物の方がもっと美味しそうな感じがします。でね、ここの冷麺のセットもね、安いんですよね。ミニ冷麺もあって、ハーフサイズでもなかなかいいもの、私は今回はハーフサイズにします。うちのチャンネルでも毎回出てますけどね、盛岡に来るたんびレベルなんじゃないかな、本当に美味しいですから。麺がかなりしっかりしてて、これ時期によってはスイカが出たような気がするけど、なことなかった、いつもリンゴかな、違う店の記憶かもしれません。とにかく美味しいんですよ。なんで盛岡冷麺ってこんなに美味しいんですかね。わんこそば食べたことないけど、冷麺はいつも本当に来るたびに食べています。盛岡冷麺ってのはもともと平壌冷麺、それが由来らしいんですね。私も先日ウラジオストックで食べましたけど、平壌の冷麺はね、白滝に噛み応えが近い感じ、こっちは、まあ、私輪ゴムって食べたことないですけど、でも多分輪ゴムってこんな感じなんだろうなみたいな、まずそうなね、レビューになっちゃってますけど、それが美味しいんですよ、盛岡冷麺の多分あれだと思います、売りっていうのを今ウィキペディアで調べながらやってるんで、もうそのままご覧いただいた方が早いと思うんですが、ね、平壌冷麺の麺はそば粉入りだが、盛岡冷麺はでんぷん中心で透明感があり、平壌冷麺はここまでのコシの強さがない、確かに私の得た感想と同じだなと思ったものです。水温もね、実はこれだけで飲んでみると結構甘いなって感じなんですけど、これにあんまり染み込まないからかわかんないんですが、この麺だけだとそんなには甘さは感じないんですよね。で、私は辛さはそんなに強くないんですけど、やっぱりちょっと
それらしい味になるので欲しくなると思って毎度毎度辛さは別にしていただいております。私盛岡駅の構造を深く理解してるわけではないんで、こんな風に構造の上の部分がね工事されてしまいますと、もうちょっとどこにいるんだかさっぱり分かんなくなってしまいます。ただもうちょっと天井は本来は高かったはずなんですけどね。で向こうにもお土産屋さん、結構あちこちこういう JR 東日本の地方の新幹線駅ではお土産が充実しているんですが、岩手県の名物で美味しくて私がたまに買っていくものといえばこれです。三陸海宝漬け中村屋と書いてあります。中村屋って書いてあるものはね大体美味しいんですけれど、これですよね。これこうアワビとそれからその周りにイクラとそれからメカブ、まあ、大体この辺りの名物、イクラはどうなのか分かんないんですけど、それをですねこうちょっと醤油で味をつけたようなものご飯の上に乗っけて食べるということで、パック一つがですね、まあ、大きさで言いますとちょっとこう難しいんですけど20センチ四方深さ 4,5 センチみたいな器に入って4000円と、高価なんですが冷凍になっておりまして東京まで持って帰ることもできるようなパック詰めがされています。途中下車のこの赤い印もいっぱいつきました。途中の駅でね途中下車すると増えていくみたいなんですね。4つしか入らないとか聞いてたんだけどそんなこともなかったな。本当はここに福島とか入るんですけど福島駅で途中下車をした記録は残されていません。残念です。この切符は記念にもらっていこう。東北新幹線をこれだけ旅したということです。で次の目的地が新青森、結局盛岡で降りたのは冷麺を食べるだけのためだったということでして、そのためにですね随分お金もかかってるんですが、でもあの店で盛岡冷麺を食べた価値はあるでしょう。盛岡から新青森の間は全席指定の列車しか運行されていませんが、しかし非常にガラガラだということでお客さんからの不満を出るのを回避するためか分かりませんが、 JR 東日本としても自由席はないんだけれども、しかし自由席みたいな座り方をしているんですよ。他のお客さんがこれ私の席なんですけどと言ってこない限りは指定席のどっか席に座っていいですよという売り方をしておりまして、それを立ち席特急券と言いますが、こんな感じで時刻が指定されていませんけれどはやぶさ号どっか空いている空席にお座りくださいと書いてあるのです。だからこれ全部指定席ですが、空いているところ好きなところを選んで座っていいわけです。むしろこっちの方が自由度が効いているんじゃないかなという気もします。青森へ行く人も多いんですね。結構混んでますよ。新幹線に乗ってて思うのがね、もうとにかく電波が通じないということでして、まだ盛岡の手前だったらいいんですが、盛岡よりも先、盛岡と青森の間などもうずっと山ばっかりでして、ところどころ大雪のエリアなんかも通るようなところ、こうなりますとねもう電波今は通じてるんですけど、そう簡単には通じなくなって困るんですよね。携帯電話の通話もトンネルに入るたびに途切れてしまいます。そんなことやってる間にもうすぐ新青森に着きます。もうね外が暗いですから景色もあんま楽しめないんですけど、どの道トンネルばっかりだからね景色は楽しめないのでそんなに気にする必要はありません。この列車は北海道新幹線に入るけれど北海道まで行く人はそんなにはいないはずです。綺麗ですね。八幡も綺麗だけどね、クリアな感じですが、ただ新青森は町の中心駅ではないので一駅乗り換えて青森に行く必要があります。東北新幹線の旅はこれで終わり、青森の名物リンゴ、ホタテなどを味わって明日の夕方の新幹線で帰りたいと思います。